誰もが愛してやまない今や日本の国民食ともいえる餃子。どう？美味しいでしょ。ん？微妙。は？ん？ん？この浮気男、バツイチ子持ちのシングルマザーが再出発。餃子の藤田。ここに現れたのは訳ありイケメンプロゴルファー。100点満点で私の好みの顔だ。男は顔で選んじゃダメ。宇都宮餃子会にマップに乗ってやるんだからね。普通に美味しいよ。普通に今のこの餃子で本当に後悔はしねえのか。ママ顔怖い。ゴルフだけが人生じゃないでしょ。陽子さんにはピンとこないかもしれないけど、気楽に暮らすのも悪くないかな。なんて気楽にって何？出戻りの悪あがきとか陰口叩かれても安い餃子でもそれでも私は人生をかけて焼いてんだ。人生のページをめくってまだめくって結末は。さっさと大人の男になりなさい。もう一回人生かけてゴルフやるよ。今度こそ私自信ある。今運命の恋が焼き上がる。デートできる餃子と愛が試される餃子、それってどう違うんですか？食べてみればわかります。キスできる餃子。